ではね、体のエイダのニュースになってきます。まあ、バクちゃんさんがね、ワクダさんがいつも体のエイダ10万円勝負というタイトルで動画を出してくださって、これがね非常に興味深いんで私もよくよく見てしまうんですけども、さあもう一人ね、体のエイダの動画発信をしてくださってる渡辺瑞香さんね、昨日動画の更新してくださいましたよね。やっぱりね、渡辺瑞香さんの動画が更新されると本当に体のエイダってワクワクしますね。ワクダさんの動画が更新されてもワクワクするんですよ。で、私も含めてなんですけども、当時熱心に体のエイダの発信をしてた人がもうほとんどねいなくなっちゃってそれこそね、私に対してもうお前変な情報流すなっていうような人まで情報発信してないんですよ。で、私の興味はどんどん他に移っちゃったんですけども、今ね、こうやって、速稼塾の中でね、枠田さんとか、それから渡辺瑞香さんとかね、速稼塾の中でっていうよりも独自にされてるんですけども、そういった方が私のね、こうすぐ見えるところにチャンネル登録させていただいて、情報発信を繰り返してくださるってことが私にとってのすごく誇りだなと、すごく嬉しいことだなと思っております。本当にね、毎日の動画更新本当ありがとうございます。いろいろと、ね、発信してるといろいろあると思いますけども、その中でも続けてくださることだけでも私はすごく、ね、感謝ですし、体のエイダの応援者だなというふうに思っております。私もね、体のエイダの発信をこれからたまにしていこうかなと思いますので、ぜひねよろしくお願いします。それでは枠田さんの動画説明欄からご覧ください。